プレシオティロサウルスは、モササウルス科に属する絶滅した、海生爬虫類の属。モササウルスや、プログナトドンなどと共に、モササウルス赤に分類される。本属には、プリージータラソリスクラセデンズ一種のみが含まれ、本種は、カリフォルニア州のモレノ類層の中期、カンパニアンから発見された。モササウルス赤に分類されてはいるものの、ティロサウルスとはやや近縁ではあり。 ホロタイプ標本の頭骨に見られる頭蓋の特徴は、ティロサウルス赤のモササウルスカハ虫類とのある程度の修練を示唆しているため、この俗名は完全に誤りというわけではない。復元、プレジオティロサウルスは比較的大型のモササウルスカハ虫類である。ホロタイプ標本ラックム2759は保存状態が悪く部分的に破損してはいるが、 ほぼ完全な頭骨と化学骨からなる。これらはカリフォルニア州モレノ類層のパノシキューから収集された。頭骨長は90センチメートルに達し、ここから全長は6.5メートルと推定されている。プレジオティロサウルスのアコは長く、そして頭骨はプログナトドンさながらに頑強であり、獲物の好みが明らかに示唆されている。リンドグレーンでは、 ホロタイプ標本ラックム2759と後に記載されたもう一つの図外標本有万七137249に基づきプレシオティロサウルスの図外骨学の包括的研究が行われた明らかにプログナトド,ドンと関連してかつ確かにモササウルス赤に位置づけられるがプレシオティロサウルスの頭骨はティロサウルス赤にのみ確認されている明瞭な特徴が 存在する。リンドグレーンは以下に示す特徴が、収束進化の明らかな例であると考えた。また、リンドグレーンでは、以下のように肯定された診断が提示された。プレシオティロサウルスは、プログナトド,ドンに近縁なモササウルス赤のモササウルス、下ュ虫類とされることが、最も多い。事実、プレシオティロサウルスの頭骨の形態は、プログナトド,ドンのものに極めて類似する。 プレシオティロサウルスの卓越した前上顎骨の糞、外尾甲のやや長方形の歯骨歯前方の突起などがあり、同族とみなすことも可能である。以下のクラドグラムは、アーロン・アール・アーイ・チルブラン、マイケル・リュー・コールドエル及びナタリー・バーデットらによる2012年の系統解析に従っており、プレシオティロサウルスと他のモササウルス赤虫類との系統関係を示す。 ありがとうございます。